坂の弱点が1秒ぐらいで出てきた出てきたそんなこと水つけたらダメだった。ダメだった竿を水につけれないタイプの人だったそういうことか。お、戻る。おお、マジか。なるほどね。兄さんが一文出したから、キーマンで参加してくれ。キーマン。そう、キーマン売って金にしてくれ。キーマンあげるから。鍵で、担保にしてる。30ポイントキーマン。担保。担保にするんや、それ。かわしてボブル、ね。かわしてボブル。あー、これか。なんか軌道がクレイジーなやつ。これね、あー、出た出た。難しい。難しいっすよ。なんかフェイントかけてくるやつっすよ。ね、そう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 。よし。うねうね。難しいんだよな。いきなりブワーってくるから、ね。そう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 。だ。ええー、これ。つながり眉毛。怖いな。つながり眉毛。つな眉。はい。よいしょ。うわ、危ね。やべ。はい。あ、そうそうなのね。そうなのね。あー、まあ、あ、ちょ、いやいや、ちょ、すげえ、よー、おー、ちょ、ちょ、マジ、ちょ、すげえ、俺も、割と当たる寸前だった、今多いなぁ。え、今、多分、どっちかに1秒でも狙えたら俺が当たったと思う。そのぐらいなんか今、すごいギリギリだった。攻めてたね。どうしようかな。呪いキノコ。そうか、ターン数もあれな。全体見られるよね。お、スプラトゥーン。あ、こんなん見れんだ。スプラトゥーン。青が押してるな。青が押してる。確かに青を優勢です。いや、これ塗ってあるの。これ塗ってあるの。全然赤塗られてないやん。うん緑の方が多いけど確かにでもこれ見るとさ赤マスって全然ないんだね。あ、確かになんか結構止まってるけど赤マスって4つえ4、5個ぐらい、うん、それぐらい4つしかない。へえ、なんならクッパマスの方が、あ、でもクッ、ね、同じぐらいクッパマスの方が多いわ。5個ある。マジか。あ、すごっ。クッパマスの方が、どうしよっかなこれ。でもね、難しいなぁ。イカさん上書きできちゃうしね。そう。ああ、そっか。乗りねえ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 寿司食いねえ寿司食いねえ。とりあえず食いて普通に振るか。4食っちゃったね。食っちゃう。なるほど。今日あったんで大丈夫ですもう一回あったんで面談を。ここはこうじゃないか。なるほどなるほどなるほど。その逃げ態勢に入った方がいい気がする。さてどうしようかな。テレサを一回封じられる。おお、さあ呼んでもなんだよな。わりかし今どこにいたっけ私。あー、なるほど。うんうん。トロイキノコ。お、やお。に。なんでそんなことが起きる？三分の一。君さ。ハリアナ塗ってきたの。君さ、やるじゃんゴリちゃん。お。お、とうとう。今、会う時が今しかないのか。買ってあげよう。とうとう和解だね。お別れ、ね、自分長いこと一緒にいたけどフェードアウトしてるぞ。だいぶ一緒にいた。お母ちゃん、うひ、すぐ母ちゃんの目が綺麗な母ちゃん、目が綺麗な母ちゃん。画面外だからわかんない。お母ちゃん多分でかすぎて。お、誰かわかるかな。誰だろう。一体誰なんだろう。お前だ。何番目に誰がいるかってことだよね。ああ、そういうやつか。そういうやつか。はいはいはい。ああ、そうだそうだそうだ。なんか右から何番目とかのやつ、ね。そうそうそう。うん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 。かわいいんだよな、これ踊ってんの。確かに。ね、かわいい。かわいい。
で、あ、これで問題が出るのか。あ、選べるんだ。そういうことだね。選んで待ってられるんだ。フェイントもできるんだ、確かに。真ん中。真ん中。そう、どっちか2番目でも真ん中っていう。お、増えた増えた。増えた。クリクリ。クリクリ。止まんなかった。クリクリ。クリクリ。おお。あ、そういうこと？そういうことね。なんかあんまり揺さぶり効果ないからもういいやってなっちゃった。なるほど、一緒一緒一緒。なんか揺さぶる前にみんなもうちゃんと決めてたからね。いいかなっていう。駆け引きゼロ。一切駆け引きなかった。逆にいいのかもしれない。おお、なんか急にクリクリ。おお、もっともっともっと。もこもこクリクリ。おーおーおーちょっとさ、ちょっとノーテイム、ノーテイム、だいぶ簡単だったね。まあ一番目って言われちゃうとちょっと簡単ですね。これはあれですか、これ相手攻められたよーし。あ、そうそうそう、そうクリクリだからな。クリクリはな、だいぶ優しかった。優しかった？だいぶ優しかった。お、残り5ターン。お、来たー。ラスト5ターン。もう、圧倒的1位。じゃないか。我が軍は。予想のコーナーです。お、誰だ？あー、あざっす。ドンキ。クブクリン、あー、なかなかですね。伝説のバッターみたい。伝説すぎるな。やれんな。あー、決闘ね、決闘ね、決闘大事っすよね。決闘大事です。ああ、そっかそっか。ああ、そっか。言うほど、もう、使っとくか。もったいないし、ね、なんか、まだ、あと5ターン。普通に関数的にね、なんか、使い忘れちゃう。確かに、確かに。うわ、すげえ。ああ、とんでもない。あれこれ、君が動くな。スター、届くね。スターとテレサイケル。スター届いて、しかも、さらに、だから50コインないからスターを取りにはいけない。うん、絶妙な。やった。まあテリオケスプレーあるからな。そう。1回分を防げます。1回分防げる。わお、すごいとこ行った。なかなかいい場所。安全。あ、早く早く。痛いけど、ちょっと私はもう多分無理なんだよな。なかなか厳しい。イカさんが2枚ゲットが一番ありそう。まあ、そうだよね。もう風邪ひいてるって、ちょ、ごめん、おだめ。あー、風邪ひいてる。風邪ひいてるとこでいますか。シュー。あー、風邪ひいてる。あー、追い打ちが。変なスプレーかけ。風邪ひいてるのに。ゴキジェット。追い打ちされた。風のところすいません。ゴキジェットか。お。全部もらいたいけどな。10コインぐらいもらう。すげえリアルな選択肢あるの。いや警察に届けるじゃないの。確かに。確かに。お。持てるだけの。ケット手袋。お、ケット手袋。ケット手袋。すごい、なんかすごい殺意だ。手生えた手生えた。確かに、キノコに手生えた。キノコに手生えた。エクゾリアみたいな感じ。エクゾリア。なんでみんな今回挟む形なんだ。流行りですね。ラインナップがな。そんなら、ここはキノピオさんにしちゃって、補充するのか。あー、テレオケがね。あ、テレオケスプレーなかった。そう、テレオケが欲しかったんだよな。なんと、次の機会にします。あ、でも、でも逆に次の機会ってことは俺このターンで使わなきゃダメか、テレベル。あ、あ、あー、くっちゃん。いや、逆に寝とるやん。いや、ちょちょちょ、テレビ見てた。暇じゃん。完全にテレビ見てたな。宮迫の嫁じゃん。なんかいいのある。あ、ありがとうございます。クッパ電話、ありがとうございます。最新機種だぞ。新機種。おお。プレゼント for you。 ありがとうございます。ボーダフォン。ボーダフォンだ。ボーダフォン。
ボーダフォン。強すぎるな、ボーダフォン。ボーダフォンって伝わる今の人多分絶対伝わらんと思う。好きっすよね。これもうこのターン使うしかないもんな。いいな、アイテム使うのもったいなくなってきた。あのままで。確かに。うん。じゃあすいません。いただきます。やばい、ちょっと怪しい。怪しい攻撃になってきたな。わさわさ。これで、クッパ電話来てもそんなに痛くない。コインいっぱい使ったから。素晴らしい。あとは、どっかのチャンスマスで、どうにかなれば。チャンスタイム。ノータイム。ノー。ノータイム。おっしゃ。ドラ。ドラ。カズヤミシマみたいな声出た。無事って言ったのにな。ウェーブ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 、なみ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 、あー耐えるやつか、耐えるやつ、移動ジャンプ、移動ジャンプ、頑張ろ、あーなるほど、なるほどね、はい、あ、ちょっとすいません、なるほど、すいません、すいません、はいはい、よいしょ、何、はい、よいしょ、はい、よいしょ、やべやべ、ちょちょちょ、すごい、はい、小技を細かいんで、コナミでやられた、コナミか、はい、やばい、は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 い、ちょっと痛い、は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 い、痛い、痛い、痛い、大きい波当たってない、大きい波は予備動作があるから、なんか、すごい、ふてくされちゃったなんか、マリノさん、こう、チェ、チェみたいな声、あ、すいません、私ももらっちゃった、ワリオさん水弱いからね、チーム戦なんで、チーム戦なんで、使いづれーなこれすげえ使いづれー、墓地にエクゾディアが形崩したくない感ある、そう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 、すごい使いづれー、均衡の取れた完璧なフォルムが完璧なんだよな、すげえ使いづらいんだよな、ニーサが積み立てニーサ、まあ、まあ積み立て取るこれ多分もう取れますよね、これね。追い上げてきました。ギリ取れるんですよね。素晴らしい。これであれっすね、動き始めましたね、ゲーム。ゲームが動き始めた。マジでわからんな、これ。やっと動き始めた。さっきまで 4-0 だったから。絶望的だったけどね、さっきそこいたって、お前。いたてわし。あ、そうか。確かに、兄さん帰るから。バトル、バトル。バトルで勝てば。ああ、勝ちたい。お、なんか今回、掛け金10多いな。そっか、3役全部取られてもよかったんだけどな。クッパ電話っていう。うん。策があるから。そうすると、お金もらえるから。早押しゲート。ああ。ああ、早押しか。早押しね。ゲートを選ぶ。これな。ぶっちゃけこれ勝てない気がするから、反射神経ダメなんすよね、もう当てずっぽうで取り行くか決め打ち、決め打ち、決めしよう、決めする、あーダメでした決め打ち、すごいな、お前いや、はい、切なの、いや、これは、これは俺、多分勝てない、勝てなかったわ、絶対。ああ、これ、刹那の見切りだったっすね。刹那見切りだったな。でも、刹那見切り、やろう。あ、でも、マジオンラインでやったら超きついっすよ。いや、みんな同じだから。あ、そっか、みんな同じだから。上記一緒だから。確かし。回線が、K さんと、ほぼ 0.01 差ぐらい。そう、めちゃくちゃ近かった。そうだなぁ、これなんか悩ましい、ちょうど悩ましい、ね、あ、でも使っとくか、ドゥルルン、イニさんで、あー普通だ、なんか進めないうちに電話かけてキノコとか買うか、なんか悩ましいとこっす、やべ、めっちゃ普通で頭壊れちゃった。普通で壊れちゃった。バトルゲームだ。俺勝たなくていい、これ。勝たなくてもいいん、そう。勝たなくていい、また10コインって。10か。バトルスタート。スタート。
アイ君回せアイ君。アイ君。あ、目目か。あ、そうですそうです。あー、ありましたね。やつか。周りぐるぐる回るやつですね。気をつけろ。オッケーオッケー。頑張って回るぞ。よし。よし。じゃあ、あれ、そっか、ぶっかっちゃうとあれか。あいば。両方当たった。なあ、危ねえ。よいしょよいしょ。アイくん、ほい。めっちゃけ、俺これ勝っちゃいけない気がするんで。やべやべやべ。ちょっともう見ます。うわ、じゃあノー。めっちゃ息切れてた。イさん頑張って、俺ゴールしちゃう。イさん頑張って。イさん頑張って。ちょ、違うんだよ。そうじゃないんだ。頑張って。八王朝始まってる。八王朝してる。八王朝。ごめんなかった。これなんかいつものさ、クリボーがおまけで1コイン来たらめっちゃかわいそうだ、ね。そう、それが怖いんだよね。やばい。危ない。よかった。そう、それが3位4位ありそうだからどっちがいいんだろうって思いながらやってた。でもたまになんか4位にペロッと来たりするもんね。そう、それを思うと意外と3位フィニッシュの方がいいのかって思ってで考えながらやってたら、あの普通にインサイド先にゴールしちゃいそうだった。全部食らっちゃった。なんかどっち行ってもな、一応上行けばスターには。あー、そっか、目指すなら。呪いキノコ、呪いキノコはっついてた今インさん。だお腹壊してますね。呪いキノコはっついてた。まあ行くか、じゃあ。お、待ってる。一からさ、マジ。でもまあアイテム取れるか、買うか、そもそも。3。お、アイテムゲーム。どれだ。あ、出た。バッティング。きたー。きたー。きた。これ無人だよな、マジで。なんかみんなやってていいな。やってないんだよな。確かに。いや、これ、これ難しいんだよな。あれなんだっけな、早いんだっけな。まあ、逆さかってレベルじゃない。まあ、いいもの。で、多分、押してからちょっと立ってから振るから、若干早めでいい。よね。うん。なんか思ったよりバット振ってくんなくて、ね、中島みたいな重い感じっす。早めを意識したら決まった。中島さんみたいな、これむずいよ。これだけなんか一緒やってたい。もうこのゲームだけずっとやってたい。知り打ちたい。あ、なんかハテナある。パラペコプクプク。ねえ、これも俺買っちゃいけないんだよね。あー、潜りやった。逆にみんなさ、吸い込まれたら面白いよね。確かに。俺が頑張るしかねー。誰も性的に勝たされるやん。あ、A連だね、A連だね。A 連。でもこれ多分全員負けでドローしかないよね。あ、そう、確かにドローしかない。おぉ。ただこれ普通にやられそう、なんか真面目にやってても。いや、これむずいんすよね、これ結構、早いんだよね。あ、押し、やってない。普通にやられた、大真面目にやってられた。え、ちょっとなんか、え、待って、急に出てきたんだけど。急に爆弾できる。マジか、それは聞いてない。もう描画の速度が、そう、描画の速度間に合ってなかった。描画の速度が危ねえ。いやー、あれ当たってる。なんかあのミスのおかげで勝っちゃった。なんと急に。あの秒がずるいっすね。あれずるい。なんてこった。ラッキー勝利。テンテンテン。ラスト3ターン。ラッサン。もう、このまま終わっていいよね。もうあの、手生えたまま終わる。もうゴールしていいよね。もうゴール、ゴンさんになっちゃった。いや、9。あ、金星の取れた。押しねえ、押しねえ、押しねえ、押しねえ。あれだな、ね、これ。ミスっても下行けるんだって、こっちに。確かに。おぉ。おぉ。
お母ちゃん。お母ちゃん来た。お母ちゃん出番多いんだよ。お母ちゃん出番多い。くっちゃんより多い。より働いてじゃあ使います。今しかね、マブダチ呼んでる。マブダチを、お小遣いもらいに。金ないんだけどさ。もしもし、クッパだけど。クッパだけど好きだないいな。もしもし、クッパだけど。めっちゃいいな。クッパだけどちょっと違う。ちゃんと答えてくれんの。そりゃね、かけた本人が行くべきですよ。なるほどね。会いたかったぞ、マーティン。会いたかった。お前、コインを持ってないじゃないか。ありがとうございます。これでアイテム袋買えるね。アイテム袋買おう。無駄遣いするんじゃないぞ。アイテム袋買います。親なんだよね、もう。親。親なのよ。どっち行ってもアイテムっていう。赤。みんご。信じて。自分の色を信じて。来たー。あ、来た。あー、ないのか。あ、アイテムヒッターなかった。バルーン。あれだけでいいのに。野球したがってる。野球しようよ。野球しようよ。嫌で打つやつか。パープロだったわ。移動するとさ。うわ、なんかめっちゃいいのある。やれんな。狙うか。てててー。はい。なんとも言えない。まあ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 。まあ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 。まあでも。悪くはない。ちょっとね、確かに。近づけるから。あ、お近づきになれる。さあ、呼んだそばからさ。呼んだそばから。クッパだけど。まさか。まさか。まさか。クッパだけど、まさか。誰だろう。なるほどね。もう一回やった方がいいと思って。忘れ物して戻ったまた。空いたすぎだろ、マリオに。でもこれなんか革命とかの可能性もある。俺のこと大好きじゃん。確かに、めっちゃ大好き。返金だ。すごい。かわいそう。これ一番の無駄遣いだろ。無駄遣いするんじゃないぞ。死に来た。おぼろ。一番で。一番の無駄遣いだろ、そんなの。嘘だーい。目が綺麗だな。お母ちゃん。俺行きたくなかったよ、お母ちゃん。もうエニさんに取ってもらおう。よし。せめて一個だけでも。おう。おう。オフ。間に合うかな。あと3ターン、2ターンぐらい。間に合うんじゃない？さすがに。さすがにか。どちらかというと、1出して、ハテナマス止まるかどうかの方が。確かに。ああ、逃げればいいのか、私は。また、またおための。オーケーな遊び2が。前もこんな感じのことやった気がするわ。オーケーな遊び、その2。もう、それのショットとか作ったわ。ああ、怖い。いや、ちょ、みんなのもの。ちょ、あと、それ、俺のセリフじゃなかった。みんなのものは俺のセリフじゃない。長くないっていうか。長ない15秒、あと15秒、長ないそれ。おー、ケツが焼ける。まずいまずい。お尻が、私のお尻や。あー、無理か。頑張れ。結構頑張ったんだけどさ。ぬーん。耐えた、耐えた。素晴らしい。OK の遊び耐えた。OK の遊び耐えた。すごいな。楽しかったな。暇を持て余した。オーケーの遊び持て余しすぎでしょ。ちょっと下民で遊ぶかっつって。あ、おお、やったー。まさかのデカ。いつの間にかイカさん落ち着いてる。落ち着いてるな。この後チャンスです。あ、チャンスタイム来てる。あー、さすがにもう届かないか。キーマン、キーマンチャレンジのところだ。キーマンチャレンジ。イニさんがいないとダメだ。イニさん連れてかなきゃ。よっしゃ、一緒に行きましょう。わあ。スター交換会する。よっしゃ。こえ。スター交換会。スター交換会。スター交換。確かに。やば。鍵ならあるんすけどね。チャンスない。何を？何をだ。鍵が入ってねえじゃねえ。三。鍵が入ってねえじゃねえ。コイン、コイン、コイン全部、コイン全部じゃない、全部なんだ。お、私はピーチに、誰が私にくださいな。
とんでもないことが起きた。これはかわいそうな。何のことが起きた。猫すぎ持ってかれてる。誰かくっちゃん呼んであげて。もう使われてる。王家は強かった。すごい王家。やっぱ民衆は金を差し出すしかなかった。徴収されてる。闇金だよ。十。どうしよっかなこれ。うちの国は都一だよ。一応縄っとくか。あ、確かにアイテムショップ行っても仕方がないといった。10バトりましょう。パーパラパパパパー。さあバトルゲーム50。バトルゲーム50。おお、20。なるほどね。20だ。56回も集まったぞ。だいぶ足りないぜ。やめろってそれ。ぴったりフラワーパネル。なんだっけ、早押しだっけこれ。早押しですね。反射神経やめろって。反射神経系はな。これなんだっけ、 A 押すだけだもんね。今ちょっと手で隠れちゃってるけど、確かあの位置にお花のマークがあって、それと同じものが出たら早押し。あ、そっか、マジかガチの反応系なんですね。いやもうつら。なんでつらったんだ。しゃあ、これが出たら早押しですね。おお。集中してる。いやもうね、緊張するよ。黙っちゃう。ドキドキ。緊張する。おお、なかなか来ない。あおマジで嘘だ。アニさん強すぎでしょ、ごめんよ。なんか反射神経系イニさんが強すぎる。ああ。よかったわ。ちょっと帰ってきた。あれ、なくなっちゃった。結構帰ってきた。確かに、めっちゃ帰ってきた。やったー。事前授業。事前授業。よかった。誰か、くっちゃんを呼んでくれ。それでも俺、使う機会がもうあれだからな。ないっすね。確かに今使っても次のターン使うぐらいじゃないと。うん、買っちゃってもいいかも。よし、じゃあわしも呼ぼう。せっかくだから、鍵余るな、さ。まあ、仕方がないです。一緒にゴールインしましょう。いるんだけど。いるんだけど。わしも、じゃあちょっと夢を託して。お、すごい。何が出る？あ、お、ギャンブルや。でも強制ギャンブル。ギャンブルやるか。じゃあここでお金を稼いで。ああ、やるしかねえ。足りない。妖怪1たり。でもこれ32倍だったら一気にコインスターだから。あ、そうか、32倍。ここで軍資金稼いでいいんさ。そう、ここで頑張れ。軍資金稼がない。ここで稼いで。カジノで。じゃあやだな、なんか傘を開くときに稼いだやつをカジノに使うの。じゃあ A で傘開いて。A で傘開いて。そして喫水のって感じがする。もうギャンブル福本漫画のキャラみたいな。喫水のギャンブラー。あんまり上にいるとあれなんだ。そうそう、勝手に傘が閉じちゃうんだ。うえー、ただ極力上にいないと、みんな上手いからおこぼれがない。下にいると。やべ。しまった。ああ。まあ、10取れてるから、上出来かな。いや、ちょっと全然取れない。15。ああ、まあ。兄さん。兄さん、軍資金が。軍資金か。これはいけませんよ。いや、でも、32倍だったよ。あ、そっか、関係ないか。あ、もう。関係ないか。兄さん、32倍取るから関係ないか。だって6コインいくもん、600コイン。32倍だったら600コインだから。これはやりましょう。最後のギャンブル。最後の番狂わせ。最後のギャンブル。人生をかけたギャンブル。そう、マジで人生かかってる。最終回やな。どうしよっかな、まあ、つかないでいいか。まあ、確かに。あ、決闘したかったな。確かに。決闘。
1。なあ、テレサにすら行かないのか、お前は。イニさん、ヤンブルだ。イニさん、イニさんやるんだ。やるか。やらせて。32倍。すごい、締めが壮大すぎる。締めがこれ。あ、締めできるんだ。相手？あ、違う、誰にやらせるかってこと。そう、いいか。やらせていただき。これで他の人が普通にギャンブルやったらめっちゃ面白い。そこでしれっとイニさんがなんか別の人を示したら面白い。何のためにキャッホー。あー、選べるんだ。えい。いやー、何が来るかですね。ゲームが。ワンワン来てほしいな。わ、あー、これは単純な倍しかないやつでは。まあ、あー、そうなんだ。ただ、7ぴったりでなんかあるんじゃなかったっけ。あー、確かに。一応説明。こういう、え、どういきましょう。サイコロ、サイコロ振って、あの、兵法より上の段にいれば OK。 あ、あれがブラックジャックみたいな。ただ、そうそうそう、うんうん、7飛び越えちゃったら、あの、負け確定なんで。あれ、これバーストあるんですか。あ、ありますね。あの、7超えちゃったらアウトです。あー、いや、結構シビアなんだ。7、1回目で超えることはないかな。多分6までしか出ないやつだからと思うんで。あ、そっか、そう、確か10倍にしようよ。10倍だって。10倍220コインだって。あ、やるしかねえ。7までいったらじゃあ220ってこと。そうっすね、220コイン。そう、単純に勝つかどうかと、あと7ぴったりかどうかっていう。あ、こいつ、うわ、いきなりやばい。うわ、えぐいな、えぐいな。こいつ絶対ここで止まるやん。ああ、これで俺が6出せばいい。でも次6出せばもう勝ちっすね。ただ、いざもう一回触れるから、これよし、行こう。いいえの選択肢ないだろ。ほら、ああ、そうです。何にも盛り上がんねん。一応インさん、インさんに一応聞いとくんですけど、多分これ一番盛り上がる場面だと思うんですよ、はい、今回。カットしときますか。一番大事なところが。そうっすね。モザイク入れときますか。モザイク。申し訳ございません。材木で、じゃあ。わかんねえ。材木入れときますか、じゃあ。悲しいよ。アイテム。アイテムは意味ないんで。うん、青と割っといた方がいいです。少しコインを。ちょっとだけ。お慈悲を。じゃないと23000になってます。ああ、隠しブロックな。どこどこかくれんぼ。ああ、当てればいいやつか。まあ理論上、まあみんなバラバラに隠れることができれば、みんながバラバラに行ければ勝てる確率は。2回しか選べないから、みんながバラバラに行けば俺は絶対に勝てない。そう、これもうね、その言わなくてもね、みんなに伝わってると思うんで。え、でも千年アイテム使うからじゃん。大丈夫ですよ。マインドスキャン、ここでーす。天才、一番の見どころ出たな。やっぱミレニアムアイテムすごいわ。マジで。ぬるいぞ。千年アイテム使いすぎでしょ。俺もギャンブルでミレニアムアイテム使っておくべきだった。いや、一番盛り上がったな、今。面白すぎるでしょ。いや、俺らなんかいるの。なんで全員いるねん。なんか、わかるよね、みたいなこと言われたから、ああ、なるほどね、みたいな。逆に露骨すぎて来ないかな。ダメだったか、ダメだったか。逆にね。いい子ぴったりだったね。いやー、シンクロ率仲良しすぎた。シンクロ率400人全員噛み合ってた。素晴らしい。いや、90でかい。すごいな。お、ハンさん、俺かなんだ。俺が220になってる予定だった。そう、これインさんが取ってる予定だったよね、コインさん。うん、確かに。220枚。そう、220枚で取ってる予定だったんだけど。くぅ、あー、あー、確かにいっぱい止まってたもんな。お母ちゃん、お母ちゃん、お母ちゃんな。お母ちゃんがくれたスター。お母ちゃんスター。お母ちゃんスター。おお、言うわ、お母ちゃんスター。そこマザーじゃなかった。いや、序盤、中盤ぐらいまで中盤のラッシュすごかった。いやー、結構エグかったけど。確かに。いやおざます。ありがとうございます。おざます。
なんかなんだかんだ言ってねえ。いやまあなんていうか引っ越し祝いだけだと2位が限界だってことが、あまあちょっとあとは自分で頑張りなさいなっていう確かにっていうところでしたね。なるほど。俺は引っ越し祝いだね。すごいちゃんとした教訓。すげえ6。さっきのミニゲームのおかげだ。意外と食べてたんだな俺もミニゲーム。もんなしじゃなくてよかった。あすごい、そっかそういうことか。コイン一番多く持っていた気がする俺。全然ないんだけど。あでも結構アイテム買ったりで使ってたから。青マス1兆万円止まってんのに俺。本当はすげえ止まってる。おお。いやでも青マスしかあの隠しブロック出ないから。確かに。開幕のなスターがあーくっちゃん。ハテナすごい止まってる。マス2の。くっちゃん本当もう。マス2の電話2でしょ俺。電話2で。4で。俺も最初自分以外下げたかかあれだったかな。なんかいいやつだったっすね。くっちゃん俺に2枚ぐらいスターくれてもいいと思う。ちょっとスター。で5分の4だから出番の。そう出番たくさんあげたので。もはやバーターみたいな感じになってるもんね。絶対俺のこと好きだと思う、くっちゃん。まあ、相当大好きでしょうね。愛ですね。愛ですね。愛の形ですね、これ。愛されてるな。もう優勝はできなかったけど、くっちゃんからの愛は手に入れたというわけですね。プラスですね。プラスだったね。まあ僕も、キノコに手生えた状態でも確かにそれは強い、まあ、やっぱまあエクゾギアが一番強いから、ね、まあ、勝ち確だからな。揃ったらもう勝ちだから。揃ったら勝ちだったから次の、まあ、足足りてないけどマップだけちょっと見ておきましょう。次なんだったっけ。ジリジリ砂漠とか砂漠じゃないかな次。グッチョイグッチョイグッチョイ。なんかホワーンって言って今さんが選ばれてない。あ、本当だ。どうしよう。どうしよう。どうしよう。てか、3になってから2ステージやったけど、どっちもデイジーも悪いジーも使われてないの。確かに。確かに。新人に厳しい。新人に厳しい。ギリか。厳しいな。おい、分かってんだろうな、ここでのルールみたいな。やばすぎ。うちの島はここだから。やだ。ブラックすぎる。そもそも、悪い字とデイジ選ぶ機会、僕とイニさんしかいないから。そうっすよね。そう、新人の一人、新人の一人、ステージ出してるぞ、しかも。確かに。ラップ出してるぞ。次、ジリジリ砂漠っすね。全然記憶にない、このマップに関してはマジで。なんか、蜃気楼がいた気がする。あ、そんなあるんだ。だった。幻が。幻のスターが。なんと。手に入るかも。手に入るかも。ああ。間違えた、間違えた。後ろの部屋に戻る。手生えてなかった。ああ、まだまだですね。うん、甘いな。成長期か。成長生えてくるんだ。成長進めてくれてるよ。本当だ、わしの進めか。よく一発出たのよ。次回の楽しみで。お楽しみでございます。予定帳は めっちゃデュエルマップ押してくるよ。めっちゃデュエルマップ押してくる。その後4人で遊ぶことを許してくれない。